一番の目標は桜若鶴に UFC にチャレンジしてチャンピオンになれればいいなと思ってます。新しい世代のファイターだと思います。後悔ないような戦いがしたいと思います。で、日本の格闘技はまだ死んでないんでね。ACC 所属の澤田龍斗です。17歳です。格闘技始めて14年目になります。目標は将来 UFC にチャレンジしてチャンピオンになることです。僕の部屋です。日曜日だけがオフなんで、友達と遊びに行ったり、で家にいたりとかしてます。買い物とか友達とカラオケ行ったりします。パンチで KO できたらいいなぁと。いや、なかなか本番だとできないんで KO やった。1007年。鍋さん、若いですね。藤井めぐみ先生は世界で一番強い女子の選手だと思ってます。教えるのもすごい丁寧で優しい先生です。彼は桜若鶴です。一番目標にしてる選手です。こういう大会に出たいですね。こういうパンフレットで。龍。はい。どう調子は、うん、だいぶいい。いい、うん、体重は？体重はあと1キロぐらい。耳は？耳はああだいぶ硬くなっちゃった、ね、硬くなっけ、あんまりパンチもらわないように、うん、ね。今度も頑張って、勝って、うん、負けないようにほっとさせて。一番の目標は今はそうですね、州のフライ級のチャンピオンになることで、そう将来 UFC にチャレンジしてチャンピオンになれればいいなと思った。今格闘技だけではまだ生活できないので、牛丼屋で働きながら、で AACC でキッズレスリングを教えて、で自分の練習もして毎日過ごしてます。振ってかけに行くのない。振った時に自分もこうやって始める。10回もう1回入るから。腰入ってないよ。そうですね、阿部さんはそうですね、厳しいですけど、まあ優しさもあり、注意されることの方が褒められることのより多いんですけど、本当に生徒のことを思って多分厳しくやってくれてると思ってるんで、それで僕もですけど子供たちも強くなっていってるんで。もう喋ってんだったらやるなよ、もうコートたちなあ。
レスリング関係あること喋ってんのかそれ。何を喋ってんだって。注意されてんのかい。全然いきます。レスリング通じて、まあ、きちんと挨拶とか礼儀とか整理整頓とかできるようになってる、なれる子になってほしいです。藤井先生がね、これみんな最後試合だからね、頑張ってって、こういうメッセージをね、ね、役所だぜ。大きく書かないです。わかりましたか。はい、2人でバスに乗ってた。藤井ちゃん女だから。はい、どうぞ。名前だけでヒロでいいからね、ヒロ。ありがとうございました。わかりました。緊張しますね。ただこれブリティシェーサードの計量を行ってまいります。林海洋選手 63.9 キロ、澤田龍斗選手、木戸選手契約体重は 52.2 キロになります。それでは澤田選手をお願いいたします。 52.2 キロちょうどパスです。続きまして、ヒロ選手お願いいたします。 51.8 キロパスです。日本の格闘技シーンが落ち込んでるというようなことも言われるとは思うんですけど、でもやはりそうは言ってても私シュートもありますし、 VTJ もありますし、やはり日本の格闘技はまだ死んでないんでね。緊張はあんまりしてないです。試合早くしたいなっていう気持ちがあるので、もう最初から最後まで攻め切る、それに尽きると思います。打撃が強いって言ってたんで、大きい声で打撃が強い、ノリがついてるけど大丈夫。ノリがついてる。頑張ります。はい。女子がすごく強いのは分かってるんで、もうとにかく力を出し切って後悔ないような戦いがしたいと思います。藤井選手が与えた影響というのはもう一口では言えないですよね。そしてまあやっぱり彼女がやってきたこと、日本の格闘技界にもたらしたことってね、非常に大きいと思います。まあ、最後って考えるとなんかやりたいことが増えすぎちゃって、何から手をつけていいのか、なんか頭を整理するのがちょっと難しかったです。もう迷わず自分を信じて動き切りたいなと思います。リュウトは小学校の2年生、8歳から、ACC で柔術を始めて、でそれからまあレスリングは4歳から他 の、 あの道場でやってたんですけど、それで ACC で一緒にやるようになって、もう、何年も一緒にずっとやってます。今の MMA のファイターたちっていうのはレスリングベースだったり柔術ベースだったり、あのキックボクシングベースっていうのが、今までは前のプライドとかそういう時はいろいろありました。でも今はもう総合格闘技をずっと小さいうちから、まあ、柔術レスリング全部やりながら、上がってくる選手がやっぱり多いと思うので、新しい MMA のファイターたちの中の一人だと思います。リュートは寝技なんか特にそうですけど、体の使い方がすごくうまい。あの一つのことにこだわらない。一つチャレントライしてダメだったら次トライ、
そういうあのファイトスタイルなのですごく見てて面白いし、うん、それが一番の強みだと思います。結構小さい時からあの知ってる。ちっちゃい頃からずっとレッスンやってるから体力とか、ね、パワーとかズバ抜けてるとは思うっすね。勝利となります。
表いたします。ちょっとリュウにちょっと会ってきます。これ歯型じゃないね。パンチも良かったし、投げも良かった。さすがだね、リュウタ君。おめでとう。はい、ちょっと握手して投げてもらおう。今は良かった良かった。とりあえずね。三分早いね。はい。一本取れなかったのは、決めが弱かったのは残念ですけど、まあ、勝てたんで良かったです。より日本人のより、武士道的な精神をしっかり伝えていきながら MMA を育てていきたい、日本の MMA を育てていきたいなと思ってます。多分、澤田君とかもそうだし、プライド見て MMA を志したって言ってたんですけど、そういう若い子たちのためにやっぱり今回の彼の試合があったりで、今後、まあ、また未来ですね、未来のスターが生まれるためにイベントがあると思ってるんで、そういう意味では未来は明るいと思うんです。で、彼みたいな選手がやっぱりいることによって明るい未来が我々も開けていくと思うので、日本の格闘技はもっと良くなっていく、ビッグになっていくと思います。これ以上申し訳ないんですけどさせることはできません。ご了承ください。